我々緑球同窓は毎年8月15日この慰霊塔に祀られている御霊に導かれ、戦争の愚かさと平和の尊さを確認できることに感謝しなければなりません。また我々が目指す学問の意義を再確認いたしたいと思っております。本日はご参列一緒に生きよう。